足跡ゆっくりと。幽霊の出る家の話。おかしいのは家です。誰も住んでないのに子供の声が聞こえるんだって。敏夫君、あの家に入ったのなら気をつけた方がいい。敏夫君、あの家で子供が。子供が欲しい、子供が欲しい、子供が。私は子供を授かったのです。子供が死んでるんです。助けてくれの、くれの、くれの。強い子供が。呪怨、終わりの始まり。